アポマトックス軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,973人であり、2000年の13,705人から9.3%増加した。軍庁所在地はアポマトックス町であり、同軍で人口最大の町でもある。長くドライ軍だったが、近年、 アルコール飲料の販売を認める法が成立した。アポマトックス軍はリンチバーグ大都市圏に属している。アポマトックス軍は1845年にバッキンガム軍、プリンスエドワード軍、キャンベル軍、シャーロット軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はアポマトックス側から取られた。アポマトックス軍は南北戦争の最後の主要な戦意として名を残している。 西方へ撤退しようとする南軍のロバート・イ・リー将軍と、これを追撃する北軍のユリシーズ・グラント将軍の一連の最後の戦いが行われた。1865年4月9日、リー将軍とグラント将軍は、当時軍長が置かれていたアポマトックス・コートハウス集落にあったウィルマー・マクリーンの家で会見し、リーは降伏した。南北戦争の終わりの始まりとなった。 この場所は、アポマトックス・コートハウス国立歴史公園として、記念されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は335平方マイルであり、このうち陸地334平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.31%である。アポマトックスにある、ネブラスカハウス以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである、ありがとうございます。